六、6. 芥川。昔、男ありけり、女の、え、馬じかりけるを、年を経て、呼ばい渡りけるを、かろうじて、盗み入れて、糸と、暗きにきけり。芥川という川を、いて、生きければ、草の上に起きたりけるつゆを、彼は何ぞ、となん、 男に問いける。行く先多く、世も老けにければ、鬼あるところとも知らで、神さえ、糸、忌みじゅうなり、雨も糸を降りければ、あばらなる蔵に、女おば奥に押し入れて、男、弓、柳井を置いて、戸口におり、はや、夜も明けなんと思いつつ至りけるに。 鬼、はや、ひとくちに食いてけり。あなや、と、いいけれど、神、なる騒ぎに、え、着飾りけり。ようよう、世も明けゆくに、見れば、いてこし、女もなし。足ずりをして、泣けども、飼いなし。白玉か、何ぞと人の、といしとき。つゆと答えて、消えなましのを。 これは二条の木のいとこの女吾の恩元に、こを祀るようにていたまえりけるを、形の糸めでたくおわしければ、盗みて置いていでたりけるを、恩章と堀川のおとど、太郎国常の大納言、まだ下郎にてちへ参りたもうに、意味中泣く人あるを聞きつけて、とどめて取り返したもうてけり。 それを書く鬼とは言うなりけり。まだ意とはこうて、さきのただにおわしけるときとや。